はい、というわけで、今日はね、特別にイージス艦の霧島が見れるということで高松にね、やってきております。早速ね、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、ちょっとね、残念ながらまあ、いつものパターンになってしまうんですけど、公開がちょっとやってないということなんですよね。で、そういう看板があったんで、で、実際どういうことなんだと聞いたら、まだちょっと開始までに時間がかかるということで、ちょっともうちょっと、もう1時間ぐらい待ってくれということなんで、ちょっとね、時間を潰そうかなと思います。はい、というわけで時間を潰してるんですが、高松のね、サンポート高松の真ん前に来てます。で、サンポート高松の目の前にある島、これがね、ネギ島っていう、桃太郎伝説の鬼ヶ島で有名な島なんですよね。お待たせしました。ありがとうございます。おはようございます。
ございます。どうも。これって実際今も中入ってるんですか？いつでも実践、はい、実践に備えてます。ああ、なるほど。これって命中率いいんですか？命中率ですか？正直言うとあんまりよろしくないです。やっぱどうしてもあのミサイルとかに向けて撃つ分にはね、入ってもどうしてもっていう形で、まあ船に向けてって言ってもでかい船に向けて撃つことはあんまないんで。そうですよね、距離があったら。そうなんですよね、どうしても近い距離だったらやっぱ当たるんですけど。あ、そうですよね。風とか波とかの影響もあります。で、自衛隊ってこれより大きい弾ってあるんですか？昔の。あ、まあないですね。これが127、また5インチって言われる。あ、一番今のところ大きいです。一番大きい。はい、まあ、ミサイルで十分ですね。ミサイルがやっぱり。あ、これミサイルが来た時に防御する。そう、妨害する。あ、その書いてあると思うんですけど、そのレーダーに反射させて違う方向に誘導させたりとか。あ、なるほど、ね、ジャミングって言って向こうレーダー飛行機にあるやつですね。そうですね。ちなみにあの バルカンっていうか20ミリのあの、はい、あ、ね、白のやつって何なんですか？あれが高性能の多重ミリ機関銃って言いまして、あそこの白い中に全部レーダーが。ああ、なるほど。あれでもう全部、ここだったらいろいろレーダー使って掴んで大砲動かしてとかなんですけど、あれは全部もう一つのもので掴んで向けて自分で撃つみたいな。じゃあミサイルも撃ち落とせるぐらいの。そうですね。特殊部隊なんですか？はい、特殊部隊みたいな感じですか？そのまま乗員の中でなんか、あ、なんか不審船が乗り込んでいく。海獣と同じ銃なんですか？それともなんかちょっと、いや、海獣の銃。あ、なるほど。これが魚雷なんですか？魚雷ですね。当たったらもう命中率は 100% です。あ、撃ったことはないんですけど。フォーミングみたいな。そうですね、フォーミングですね。もうあの魚雷が自分から音出して。へえー、はい、すごい。目標を見つけたらもう高速でもう逃げられませんから。あの潜水艦ってやっぱ水中にいるんで、少しの穴でも結局水入れば致命傷です。これ潜水艦で、はい、潜水艦を攻撃するための武器です。はい。ちなみにあれは爆雷なんですかね？あの8、10、12って感じです。あ、そうですね。あれは9以下です。あ、9以下、はい、爆雷かと思います。これには長距離の潜水艦、長距離にいる潜水艦にこういうみたいなミサイルも入ってます。ミサイル2種類あるんですけど、弾道ミサイル防衛用の SM3、あと対空、航空機とミサイルに攻撃する、SM2 で、潜水艦攻撃する VLA。 あ、じゃあもうめっちゃ沈んでるやつもいけるんですか？あー、全然行きます。すごい、はい、どうぞ、せっかくなんで、どうですか？どうでした？
ございました。さあ、滑りやすいのでお気をつけください。お気をつけください。ありがとうございました。はい、というわけで、今日はね、スピチューブの方こういう感じでね、撮影してきました。今日はこんな形で終わりたいと思います。はい、失礼します。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。